初日の戦いが続くボートレース若松の G1 全日本覇者決定戦、ただいまから第8レースです。1号艇兵庫の山本貴之、2号艇兵庫の魚谷智之、3号艇愛知の池田浩二、4号艇三重の豊田健志郎、5号艇福井の萩原秀人、6号艇香川の森高一馬です。スタート天地と同じく1、2、3、4、5、6と並んでいきそうです。1号艇は山本貴之、初日一回橋の高枠生かしたいところ、インコースに入ってきます。2コースが2号艇の魚谷智之は前半6着の挽回を目指して2コースから、3コース3号艇の池田浩二、今大会前回のファイナリストです。外枠3艇ダッシュ、4コース角が4号艇の豊田健志郎、5コース5号艇の萩原秀人、6コースから6号艇の森高一馬です。3対3の枠なりでインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。1号艇、2号艇、それから5番と6番、この2人も出ていきながら1周の1マークです。逃げの体勢は1号艇の山本、2号艇の魚谷が握って回った。後ろは少しもつれた感じになりましたが、差して6号艇の森高が入っていますが、先頭は1号艇の山本です。スタートは前提正常でした。1号艇の山本貴之抜け出して2番手6号艇の森高の両サイド、2番と5番です。2番手は6号艇の森高が回って、その外を回していきます。2号艇の魚谷ですが、2番手は6号艇の森高が優勢です。追いかける3番手が2号艇の魚谷、上位体系1番、6番、2番で2周目。1マークトップで1号艇の山本が回り、続いて6号艇の森高です。後続艇を避けて2号艇の魚谷が向こう正面に入りまして、2番手は6号艇森高が振り切っています。3番手2号艇の魚谷、体型は1番、6番、2番です。先頭大きなリードは1号艇の山本貴之、2周2マークをクリア。2番手6号艇の森高一馬、3番手で2号艇の魚谷智之が折り返します。上位体型1番、6番、2番でこれより最終周回。その後方に5号艇萩原秀人、3号艇池田浩二、離れて4号艇豊田健志郎。最終1マーク、先頭1号艇の山本、2番手6号艇森高、3番手2号艇の魚谷、上位体験は1番、6番、2番です。少し近づいている4番手が5号艇の萩原秀人、ラストターンマークの攻防となります。先頭は逃げました1号艇の山本貴之、そして2番手が6号艇森高一馬、3番手2号艇の魚谷智之、ラストチャンス攻めてくる5号艇の萩原秀人ですが、3番手は2号艇魚谷が優勢。1番ゴリ、6番ゴリ、2番5番ゴリ、3番ゴリ、4番ゴールイン、以上前提ゴールインしました。